日本代表は6月20日のキリンチャレンジカップでペルー代表、FIFA ランキング21位と対戦し、4対1で快勝した。天才ドリブラーとして、1970年代から80年代にかけて活躍し、解説者として長年にわたって日本代表を追い続ける金田信俊氏は、右サイドバックの菅原を絶賛した。個人的に特に目立っていたと思うのは、菅原、右サイドバックのポジションを与えられて、これまでこのポジションを務めていた山根より、さらに運動量多く、さらに1対1の応対能力を上げて、ディフェンスも強烈にできて、なおかつ攻撃参加ができるというところを完璧に見せつけた。そこまでの選手じゃないと思ってたんだけど、新たな発見だったね。菅原は今回、右ウイングの伊藤と縦関係で、エルサルバドル戦では久保と縦関係だった。それぞれコンビを組む相手によってポジションの取り方を変えていた。伊藤の場合は自分で縦に突破できるので、それをフォローしつつインサイドを取りながらインナーラップができる位置取りをしていた。久保の時は中盤との連携を邪魔しないようにしつつオーバーラップを仕掛けて、久保が中にカットインしやすいような状況を作るなど工夫していたね。伊藤と久保を生かすための走るタイミング、走り出す前のポジショニングなど、いろいろなことを考えながらプレーしているように感じた。その上で、あれだけ守備ができて、あれだけアップダウンができるのだから、本当に良い選手だよ。と、語った。9月のドイツ戦にも、期待ができそうだ。